やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。聞いてるよ。あ、果たしてね。うん、多分大丈夫です。はい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 。もう一回。すいません、もう一度。今日ターゲット渋谷さんに来て、キックボクシングをリオンと二人でやっていきたいと思います。イエーイ。お願いします。お願いします。僕は体調不良です。いつもいません。二人でやっていきます。今日トレーナーさんにお伺いして、お願いします。いつかキックボクシングをやっていこう。やっていきましょう。いやお願いします。じゃあこのまま気をつけしてもらって、はい、肩幅に開いちゃってください。はい、じゃあ左足を前に出してもらって、はい、右足横に向けちゃいましょう。はい、でこの肩幅は崩さないように、はい、そうです45度ぐらいのところに来るように来てもらって、おへそ45度右に向けちゃいましょうか。はい、で手を顎の位置に持ってきてもらって、はい、そう顎軽く引いてもらって膝軽く曲げちゃいましょう。はい、おいっす。左足まっすぐ出してもらって、左手そのまままっすぐ顔目がけて、まっすぐ、おいっすね、ナイス。でこの時に左人差し指と右の、中指を当てる意識で、はい、ジャイジャイナイスジャイ、あ、いいですね。じゃあ今度ストレート、はい、攻撃いきます。右手でまっすぐ殴るんですけど、右足、はい、クルッと受けちゃってください。はい、ストレート、はい、ナイス、ストレート、はい、いいですね。右ミドルナイス、もう一回ハブチョ、実際にミット打ちっていうものをやりましょう。リオン減ったってコメント。バンシロ、バンシロ。え、俺下手だった、みんな。どうしたらいい、どういうフォームが良かった。クソ弱そうって言われてる。格闘技って振りできた、お前。振りできたことない、一回も。そうだよな。人を蹴ったら怒られてたもん。ほら。なんかこれでミット打ちなるものをやっていきます。はい、スッ
ジャブ、ジャブ、危ない、危ない、危ない、左ミドル、頑張れ、お前だよ、右ミドル、ストレート、左ミドル、10回、10回、よいしょ、ちょっと笑ってでもエコいね、優しいトレーナーなんで、優しいトレーナーですね、はい、お願いします、お願いします、10回1回向けてあげる。はい。スタート。はい。いいね。おー、アイス。はい、いいよ。
ナイスナイス。はい。はいはいはい。いいね。はい。ケニアでもない。おーいいナイスペイント。はいはい。はいはい。やった。はいはい。はいはい。はいはい。ああ。はい。ナイス。今回ターゲット渋谷さんのねフロアを一つお借りして一時間みっちり、キックボクシングの体験をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。あとなんかやってないと、うん、自分のこのパンチが相手にどんだけの打撃を与えるのかってのが分かんないから、あ何もかもが怖い。そうですね。多分一発さボンって殴ってもらった方がさ、うん、経験としてでかいと思 う、ね、トレーナーさん、はい、なんかちょっと厚めのグローブで腹パンしてくれませんか。いいっしょ。軽めからお願いしていいですか。 OK です。いいやす。はい。おしまあ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 。レベル今10だって何もした。1 2 あーよこれ4すごいズンってきますね。はい、まだ腕だけでしか打ってないんで。じゃあ連打してもらっていいですか。うん、5連打5連打ドーンドーン。耐えなくなったら倒れます。 OK です。はい、バーッ。何やってんすか。何やってんすか。はい、優しめで5度、優しめの5度。あっ俺もちょっと眠い。痛い痛い痛い、ほんと痛い。ラスト8、9ぐらい、8、9ぐらいいってみますか。いきましょう。ちょっと、寝ろ。めっちゃ赤いっすよ。いきますよ。いけ。ありがとうございました。ありがとうございました。